昨日ですね、何やら撮影部屋にですね、置き手紙がありまして、誰かなと思ったら、デンガンさんでございまして、ちょっと読んでみましょう。花尾へ、デンガンや。最近忙しくて、ろくに休んでないな。東京、大阪の移動の繰り返し。もう人生疲れたやろ。てなわけで、そろそろ一旦休もう。な。まずまず。明日一日休んでもええから、一人でユニバでも行って、リフレッシュしてきたら本当の意味でリフレッシュするなら俺マジでこの部屋で一人でずっとアニメ見ることですよ。いやそれをあいつが分かってないはずがないと思うんですけどね。多分たまには家で行ってこい。ここぞとばかりに俺ええことしたってやるか出すのやめてほしいですねこれね。一旦最後読んでみましょう。はい。 PS ちなみに明日俺はユーフェスガールズのゲストで出張や。あ大変やわほんま。こいつさ、一番最後の文章絶対いらへんよ、これ。まあ、とりあえずですね、まあ、要約すると、ああ、俺は明日も仕事や、お前は何もなくてええよな、一人でユニバ行って動画撮ってこい。つら。つら。わざわざ置き手紙までしてね。来てしまいました。めっちゃチキってますね、今。この音楽がもうすでに俺の入る気力をなくしていると言っても過言ではない。今一番聞きたい音楽、それは何かというとですね、スーパーで流れているJ-POP をなんか木琴みたいに直したやつ。怖い、怖すぎる。うわ怖え。てかそもそも、うん、めっちゃ仲いい、めっちゃ仲いい。はい、まず第一ミッション、切符をね買っていきたいと思います。ばあちゃん、ばあちゃん今から俺切符買うわ。ということで無事にね買えたんですけども、これどの列に並ぶかっていうのもまたこうあれですよね、重要なファクターというか、列あるある意外とね進んでるところ意外と最後残りがちっていうのあるんですけども、いよいよ入場の時です。頑張りましょう。そこは一つ気合を入れてここに通す。やべえ、ラーメン屋のチケット出してしまった。 QR コードね。はい、ということで皆さんもう無敵ですよ。俺はもうこのスヌーピーのサングラス、これがあるということは誰が喋ってるか分かんないということなんで、開放的ムードですよ。俺はもう無敵っすよ皆さん。やっぱり、まあ、乗り物をまず乗らなければいけない。乗り物を乗らないとユニバに来たとは言えないということらしいので、なんか軽いのに乗りたいですね。なんかあんま分からないんですけどね、何が人気がないんでしょうかね。これガーデンコートアパートメンツ、まあ、一見ねこの壁かに見えるような中にもなんか入れるところがねこう随時あるので、まあ、入ってみましょう。あれなんかどうやらここは出口のようでした。すいません。ダークルームなんでしょうか。ダークルームザラみたいなもんかな。これは何ですか。これは違うかな。まあそうですね、一旦なんか乗りてえな。でもお、うまい。俺センスある。お、待って、お肉、お肉をが売ってます。お肉、いやお肉は買わないとダメでしょ。めっちゃ並んでんな。でもこれすらもアトラクションというわけか。さすがユニバ、一筋縄ではいかない。簡単にお肉も壊してくれないこのご時世、非常に世知辛い。ここは一つやっぱお肉を手に入れなければ始まらない。お肉を手に入れよう、絶対に。確固たる意志を持って俺この列に並ぶぞ。俺は絶対抜けない。カーキーレッグのショーってありますか。小さめのヤーツですね。ヤーツでお願いします。できる限り小さめのヤーツです。ありがとうございます。それではちょっと大きいけど行きました。はい、ありがとうございました。ホスピタリティがすごいですね、やっぱユニバーサルスタジオジャパンといい、うん、東京といいね。はい、ということでターキーデッキもね、無事に食したということで、かぶりも買っちゃう。そろそろもうそろそろ買っちゃいます。なんかもうこれ可愛いんで
買いましょうか。これでは3000で6500ジョーズのお買い上げです。こちらバブルワンドすぐ使われますか？めっちゃ使います。あ、かしこまりました。ありがとうございます。カイロももう開けても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。よっしゃ、仲間増えたぜ。見ろよ、おい、やった、楽しすぎる。一回なんか買ってしまえばね、なんかすごくこう夢の国に溶け、なんか俺も仲間に入れてもらった気がする。とりあえずジョーズ並びましょう。ちょっと出しちゃおう。みんな、あ、やった、お友達がついたよ。くらえ、みんな、わーい喜んでもらいました。幸せです。今一人で来たんですけど、なんかすごい寂しいんですよ。はい、じゃあみんな横に見てください。楽しすぎる。はい、どうぞ。一緒にいいですか？じゃあ先生、僕も入らせて。一緒に入らせて。行きましょう。はい、じゃあずもう全然大丈夫です。あ、これが噂のハリーポッター城ですね。続いてこっちに行ってみましょう。はい、こんにちは。めっちゃ狙ってますよ。狙ってますか？嘘お、来たぞ。これが噂のハリーポッター城です。楽しいね。一人でもこんだけ楽しめる僕ってやっぱ最強かもしれない。もしもし、お母さん、もしもし。じゃあまた後でかけ直すね。はい、じゃあね。その後僕は大好きなチュロスを2本買った。もちろんシェアする人なんてどこにもいなかったけどね。一人はちょっぴり寂しかったけど、園内で流れているこの BGM だけは僕の味方をしてくれているようだった。毎日が素敵な日。エルモ、本当にそうだね。はい、ということでね、まあ今回はね、一人でね、ユニバに来たわけなんですけれども、まあ俺は正直一人でもですね、みんなが楽しんでる顔をなんか見るだけでね、まあ楽しかったかなという感じですかね。はい、ということで、まあ今回はですね、一人で。すいません、花尾さんですか？あ、そうです。お一人で。今一人でユニバに来ております。楽しいですか？楽しいです。